それでは気候台の論文について自然言語処理研究室の勝田が紹介します。今回の論文は、バートが英語でプレトリンした時に、内部でどういう情報を保持しているかっていうのを、可視化しようっていうのが、目的の論文です。で、バートだと、従来の制度よりも、いろんな NLP のタスクで、こうプレトレインをすることで、プレトレインしてそれぞれのタスクにファインチューニングして、いい精度を出しているというようなものになる。で、一般的にはいろん、その言語の情報というのをよく学習しているんだろうというふうに言われていて、それがどういうその構造というのを、どれだけ学習できているかというのを、こう可視化したいというのが、この研究になります。で、各層ごとに、その学習の特徴というのを、比較していくようなものになります。で、やっているのが一応4つの、調査をしていて、その下層と入浴に近い側と出浴に近い側で、それぞれちょっと情報が変わるっていうので、その単語フレーズ自体の情報が、上に行くほど薄まるのかみたいな調査と、それぞれの層ごとに傾向があるかで、あと主語と述語をうまく見て、一致が取れるかと、あと気構造の、情報っていうのが学習できているかみたいなものを、調査しています。で、まず最初にその1個目で、今回バートから、各層でその積と差からそのフレーズの単語のベクトルみたいなものを学習させて、その傾向を見ているんですけど、今回の傾向だと、レイヤー1とか2っていうのはそのチャンクのラベル付けによる、分類みたいなのがうまく、できているっていうのが、示されていて、上に行くほどそれが、ちょっと薄まるみたいな傾向があるっていうふうに、この著者らは述べています。で、次にそのどういう情報を保持しているかっていうので、いろんな複数のタスクを解かして、精度の差っていうのを見るんですけど、純粋に各レイヤーからを、エンコーダーとして、その抽出した情報を、単純なマルチレイヤーパーセットロンに突っ込んで、少し学習させて予測させるみたいなので、その精度の差を見るっていうようなことをしていて、それぞれのタスクっていうのが、まず純粋にその、文の、意味とか構文っていうのを学習しなくても、すぐに解けるようなタスクとして、文の長さとか、文の中の、中頻度の単語っていうのが、何であったかっていうのを、復元するみたいなタスクを解かして、で、文構文的なタスクとして、その単語をランダムに、隣り合う単語を並び替えて、それが並び替えたものか並び替えなかった文化っていうのの、二次分類をさせるとか、文の、構文解析させた結果を、ラベルとして、その文の深さっていうのがそもそも、入力文に対して、何だったかとか、上位の構成 の 分類とかを解かせる。で、セマンティックとして、時制とか 主語の目的語の数で、あと、名詞動詞ランダムに置換して、した文と置換してない文を、複数与えて、その二次分類ができるかとか、等位節の入れ替えが行われたか行われてないかとかを、解かせる。で、その精度の差を見ています。で、結果なんですけど、各レイヤーごとにそれぞれのタスクを解かしていて、傾向として、表層的な情報っていうのは、比較的レイヤー低レイヤーな部分で、精度が高くなって、下に行くほど、精度が低くなると。で、シンタクティックとかの分類は、比較的中下層で、セマンティックだと、結構こう下の方で、精度が良くなるような部分が、見受けられるというふうに、筆者らは分けていて、分けています。で、次に、動詞とか動詞に対してその単数複数みたいなのを予測させるっていうようなタスクを解かしていて、で、
で、まあ、これがまあ割と中間層でまあ精度がいいっていうのが、まあ、前回さっきの前のターンの構文的なまあ情報っていうのがまあ中間層でよく学習できているから、まあ、今回もまあ割と中間がよくなっているっていうのはある示していて、ただ、まあ、名詞に対する動詞の、まあ、距離みたいなものが、まあ、この横軸になるんですけど、まあまあ、遠くなるほどタスクとしては難しくて精度は低くなって、ただまあ傾向として、まあ、中間の方が高いっていうのはあるんですけど、まあ、距離が短い方だと、まあ、もう精度は下がっていくっていう傾向になるんですけど、まあ、こっちの方だと、若干下がった後にまた上がるみたいな傾向を示していて、まあ、これは純粋になんか、まあ、構造的な部分としてまだちょっと、学習、モデルのレイヤーが少ないから、まあ、こういう傾向になっているということで、まあ、もう少しモデル自体を大きくしないと これ距離が離れたものは解けないんじゃないかみたいなことを、まあ、筆者は述べています。でそして、まあ、次に構文義の予測っていうのを指していて、まあ、各レイヤーごとに、それぞれの、まあ、こう表現方法で、まあ、なんか予測をさせるみたいなことをしていて、まあ、左から右の単語を見たときに、まあ、何番目の単語がかかるかとか、まあ、そもそもツリー構造をその単語ごとに予測させるみたいな、まあ、問題を解かしていて、まあ、基本的に、まあ、低レイヤーだと、まあ、そのインデックス、まあ、レフトトゥーライトやライトトゥーレフトとかの部分での予測っていうのが精度が高く、まあ、最もいい、表現方法っていう形になるんですけど、上に行くとそれが逆転してツリー構造自体をまあ予測させる方がまあ精度的には良くなるっていうことで、まあ、レイヤーが高くなると、まあ、そういう情報っていうのをまあ逆に保持していってるんじゃないかっていうふうにまあ述べています。ということで、まあ、今回、まあ、そのバートに関する解釈可能性というのをまあ評価していて、まあ、まとめると、まあ、それぞれのレイヤーで、まあ、特徴というのが、まあ、その、分かれているんじゃないかということを、まあ、今回は示していて、まあ、長距離の依存関係というのはもう少し深い層が必要で、まあ、内部表現が結構構文解析の、まあ、情報と類似しているんじゃないかということを、まあ、述べています。以上で終わります。